どうも、このまるです。聞いたろです。じゃ、今日は、ニジプロ2のデビュー組が決定したので、そちらの話をしていきます。いやー、ついに、ファイナル、デビュー組決定したね。ねー。まずは、おめでとうの気持ちも、本当あるんですけど、びっくりしました。<laughs> いやいや、もうすぐ言ったな。いや、本当そう。<laughs> いや、本当。ね、マジネクスジの、ね、七人、本当おめでとうだし。マジで、なんか、お疲れ様みたいなね、気持ちもあるんだけど。 エイジミラク <laughs> エイジミラクうせーってやったなんかもうさナナって分かった時うわマジだと思ってさ、うん、やっぱりね9人じゃないしと思って、うん、びっくりしたよねうわーっていや何、えー、セイタ君はいいよセイタ君は最高なんで、ね、セイタ君は最高なんだけど、うん、エイジ君がまず呼ばれてないことにマジびっくりしたんで本当にいやそうだねいやこういう結果だったんだと思ってさ ねえなんかやっぱ9人デビューがいいってさずっとねもう最後の方はずっと思ってたから、ね、どうか9人であれって思ってたけどやっぱり残酷っていうか意外とバッサバッサなんていうんだろうね12人から9人になった時もそうだったけど意外とシビアだったね。 ねえびっくりしましたエイジペンはやっぱり大丈夫ちょっと最初うちらさちょっと前まで暴動起きるんじゃないとか言ってたけどさ、ま、こ起きるやつやんと思ってさうん、うん、いやそうま暴動まで起きとるかわからんけどでも亡霊にはなるよねこれねそうだね JP の前で座ってさ抗議のなんかやるじゃ <laughs> いや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 のやつやんそれのやつよくあるやつよくあるやつ <laughs> うんなんかさあ,のあれだったね最後にさ みんなでさ抱き合ってるとことかやばくなかったいややばかったもうあそこ涙なくして見られんかったわなんかあんな強い気持ちで絶対一緒に立とうなみたいななんかそういう感じ、うん、絶対絶対やれよみたいなさ絶対できるからみたいなさなんかすごい強い感じで言ってくるのがさなんかもう熱くて。うん えーと思ってもう泣いとったじゃん。いやほんとともやくんとかもなんか違う場所でも同じ夢があるから頑張ろうみたいな。いやほんとにこのやっぱり、まあ、最後の9人しっかり12人とかさやっぱ観光合宿来たメンバーってほんとになんてんだろうもうライバルであり仲間でありってかもうなんか言葉で表せない関係じゃんね絶対もう強いものがあって。うんうん、だからこそなんか感じる部分とかもすごいあるだろうしなんかもう。 ね、我々にはもう想像つかないぐらいのレベルなんだと思うなんか思いはあーもうなんかうちらじゃちょっともう分かりかねえあれだもんね関係性らしいねうーん余計ねなるほどなるほどそうそうそうまあそれぞれなんかデビューメンバーが呼ばれてった時とかの感じもね本当後ろ振り返りながらもう泣きじゃくったりとかさもうなんかみんな多分この9人も本当に9人でデビューしたかったんだろうなみたいなあーそうだねーねーでまださフール版うちら見てないじゃん いわゆるうんだからさあれ見たらさ例えばさ先行のところ最後の先行のところとかあったりするんかねねそうだねこのあとこの収録のあとねもう早く見たいよねうん、まあ、あとさあれじゃない ?JRP がさ二人にミラ君とエイジ君のところに来て「残念ですでもいい機会がずっとあると思います」って二人に言ってるところとかも結構よかったねなんかやっぱさ、うんまあ「落とした本人」<laughs> って言ったらあれだけど <laughs>。<laughs> <laughs> なんていうのでもやっぱりさすごい可能性があるからこそまあ毎回やってることであるんだけどやっぱああやって声かけてあげてるのとかあとスリラちゃんのお三方が声かけてるのもすごいよかったよ、ねうん、ああよかったよね、うん、あそこもなんかああいうのがやっぱ力になったりするじゃん結局うんそうだねやっぱりまあ今はその悲しみの方が強いと思うけどああいう言葉に救われたりするよねそうなんかばんちゃんが「頑張ったね」って言ってあげてると うん、待って急に来た急に私の累勢降りてきた今<や>待ってンちゃんやべえなんかそのしかも言い方超優しくなかったんか頑張っちゃたみたいなかるわかるやさおだねやさお私エイ、えー、ジくんだったらもうンちゃん推しになっとるわ絶対 <laughs> そうエイ、えー、ジくんもなっとっちゃきっと <laughs> なっとるうんとかあとあとハンさんとかチャンビンともか ハンソンも2人に話してて、なんか2人ともその時結構泣きそうな感じだったり、うん、なんか英二君のあの泣きそうな感じとか見たことなくない結構あのー、ちょっと上向く感じとかね。うん、だっ,ってもうラーメン屋の親父みたいな感じで腕組んでしまったもん、もう <laughs> そうそうそう <laughs> いや、すごい険しい顔してるんよもう泣きそうで。<laughs> ラーメン屋のじ親父ぐらいきび険しい顔してる <laughs> うん。もう絶対喋んななみたいな 食べてるる間絶対喋るなみたいなや,つ <laughs> いやでも本当 JP もね声かけてたけどやっぱりそのやっぱすごいことだからねもう1万人以上いてその中のさ9人まで残ってっていうことがそもそもすごいことだしうんもうなんか本当にここまで来たら本当変わんないじゃんそのスキルとかのさ差は。もうなんか本当にタイミングとかそのステージのちょっとしたあれとかさ うん、まあそういうグループの構想とかそういうところもね絡んでくるものだからわーって感じだけどね本当にそうだねなんかあとさミラ君がさ「トモみたいになるからハルみたいになるしみんなみたいになるから」っていう言葉もめっちゃ好きなんていい子なのって、うん、なんかでも目標がめちゃくちゃ具体的にいてなんかやっぱりああいう風になりたいとか思って今後もさ練習するんだと思ったら、うん、なんか なんかいい話って言ったらあれだけどなんかうん感動してしまったそうだねすごいもうすでにめちゃくちゃ前向きっていうかミラ強いよねあそうだそうそうハルくんとユウくんのあれだジくんのあとそうジくんが絶対またって言った時に本当その3人だけの空間みたいになってはるくんが「絶対帰ってこいよステージ<ん>どっかで会おうな絶対」って マジで、俺ら二人待ってるからって、優雅で、マジで来てなって、このさ、この三人は、だって、一緒にチームやってたわけじゃん。その絆のやつだもんね。なんか、そうだね。あのさ、いろんなオーディション番組見ててさ、その脱落者が、ね、出ちゃった時ってさ。やっぱり、その最後さ、みんなまた同じステージでとかさ。そういうのはまあよくあるって言い方、よくないけど、まあ、絶対あるじゃん。また会おう、みたいな。 でもこんなに強いまたをさあんまり見ないよね、うん、そうそうそうあの私が見た中で過去一強くてすごい好きなそうそうだよねいや本当に切実な感じ伝わってくるよねうんなんかあそこまで絶対だよみたいな、うん、なんか本当にそれぐらいやってよみたいなさやれよみたいなさ、うん、あの感じそう、ね、まあエイジ君を信じてるからこそ言うやつじゃんねやっぱりそう,そうじゃないとおかしいよみたいなさ、うん、感じ、うん、うんうん それもちろんどうなるか分からんけどさなんかすごい期待に応えてほしいよねやっぱりねそう思ったらねうんそうだねそうだよねだから今どういう状況なんかねもう多分3ヶ月ぐらい経ってるのかなこのファイナル発表からねうんうんうんまあ練習しているのかはたまたって感じまあでもこのファイナルの今日まではさ多分動けないじゃんきっとバレちゃうからううんうん多分ちょっとお休みしてたのかな うーんそうなるねでやっと今から多分、まあ、SNS 始めんのかなちょっとまだ今んとこ知らんけどさ始めたりどっか事務所のオーディション受けたりとかするんかね今後ねうんいやでもエイジくんほどのこのさ、ま、知名度といい人気といいさもうニジプロ2見てた人だったらもう誰でも分かる感じだからなんかほっとかなさそうだけどねいろんな事務所かいや分かる分かるなんかさ結構人気練習生でオーディション 落ちた日本でね日本で人気練習生で落ちたっていうのってやっぱちょっと K 君に重なるみたいなとかってさあ確かにそうそうそうでもさあの時ハイブだったから結局ハイブが構想があって、うん、ハイブジャパンでもやる構想があったからく、うん、君やっぱあのままこう残れてデビューできたわけじゃんでもなんか、うん、あれってやっぱ特殊な例っていうかその。うん ハイブが本当に潤沢な資金があってしかも日本でもやろうとしててっていう練習生抱えるお金もあればなんかうまいことタイミングあってさ残せたわけだけどさなんかエイジ君の場合 JYP の多分残らないからで JYP ぐらいのもしくはそれ以上のとかさそういうのになったら。 かそっち行ってほしなんかすごいいい事務所だったらいいけどいい事務所って少ないから、うん、やっぱり普通にまあそうだねうんそうだってほら叡王でしょ叡王であったさほらのジュノンとかもうそうやばい事務所、うん、フ,ァファンタジーボーイズみたいな離脱したよね離脱して今なんか、うん ファンタジーボーイズちょっと戻っといで、みたいな。今なら許すよ、みたいな。なんか、なんか言っててクソっぽい事務所、クソ事務所ムーブしとって、マジで。確かに。なんか確かにそういう記事見たわ。<laughs> なんか、なんかほんといい事務所ってあんま多くないから、マジでいい事務所行ってほしいな、うん、みたいな。 そうだね確かにほんと生かすも殺すもみたいなとこあるもんね事務所次第なとこあるからねいや事務所次第だよマジでハイブお願いとかつい思っちゃうよね、うん、ハイブってさやっぱ広いから窓口が <laughs> <laughs> もう指定してんじゃん <laughs> ハイブっていやもうお願いハイブでお願いしますってほんと <laughs> 分からんけどね、うん、もちろん、うんうん、まあでもそうだね絶対お声はかかるだろうからもうなんかちゃんと見極めていいとこ行ってほしいよね <laughs> もしくは数年待っての未熟 あ次のプねねそれもいい、ねうん、だって16歳とかだったらまだ3年後だとしても19とかだしね日本だったらそこまであれだしまだ年齢がねそうだねそうだねまあ日プや、うん、男やるか分からんけど、まあ、やるんだったらまあまあまあみたいなうんうんうん、うん、そうだねなるほどねなんかいろいろもうやばいで考えすぎてしまうでついエイジ君につって考えすぎる回になっとるねこれいやそう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  でもミラックも同じようにやっぱりまだまだ男性若いからミラック君は本当により窓口広い感じはするやっぱり、うん、あ確かにねなんか別に k p o p 系とかに限らずだよね本当にミラックまあ自分がどうやりたいかどういうのがやりたいかっていうのはも,もちろんあるけど多分ねあると思うけどそうだねなんか窓口そうだね広がってる感じはするね。 そうやっぱ年齢的にね年齢的にやっぱ若いからなんかそれだけさ可能性はどうしてもあるじゃんねだから何、うん、かそのなトモヤみたいになるみたいなそのあの感じ、うん、でしかもミラクってずっと性格良かったやろなんか、うん、ほんといい子で優しい子みたいなさなんかイメージめっちゃあったからなんかそのさ性格をまっすぐのままマジでいいとこ行ってほしいね確かにそうだねいやなんかさその「ニジプロ2」放送でで終わって 悲しみに暮れていろいろポストとか検索しとったらなんかポストで見たんが「ダンス1位」「ボーカル1位」「スター性1位」「人柄1位」「みんな脱落」みたいな「ポスト見て <laughs> 確かに」「<laughs> エイジ」「壮大」「ショーン」「ミラク」みたいな <laughs> みんな一定 <laughs> の人たちみたいな <laughs> そんなことある <laughs> <laughs> そうなんだと思って確かになあってあの日本合宿の時ね いやそんなことになると思わんかったね。結局やっぱ総合力だったんだね。やっぱあの時可能性を見出しててさ、うん、まあ可能性はもちろん多分まあ変わりないと思うんだけど、その可能性がさらにアーティストになるにはっていうところの審査のやつでやっぱこう変わっていくもんなんだなって思うよね。うん、そうだね。 だからほかのオーディションだったら結構ダンス面ボーカル面ラップ面みたいなそういうところを結構特化してたら本当に強かったりするじゃんまあ視聴者型視聴者投票型っていうのもあると思うけどうん、うん、でもほんと JP は総合力なんだねやっぱりうん、うん、やっぱりなんかやっぱりさあれだよね全部できてると違和感感じにくいよね全てにおいてあの全部できて当たり前じゃないと なんかちょっとさ音楽的にここのフレーズって少し違和感あるなみたいなってたまにあったりするじゃん例えばボーカル苦手な人いたりしたらさあーそうだねここのフレーズだけがちょっとうんみたいなね浮いて聞こえるみたいな感じあると思うんだけどああいうのはやっぱもちろんないからねそういうみんなできてると確かに確かにうん、うん、でねまあちょっとその、まあ、終わったばっかっていうのもあってちょっと脱落面にねの気持ちをはせてしまったけど重いよねでもやっぱりネクス の7人は本当におめでとうだ、ね、そうだだねねそなんか「ネクスジってさグループ名はさ結構かっこいいって言ってなかった誰かいやわからんちょっともうドキドキして放送できたらドキドキしてなんかあんまり記憶ないかもいやなんかとメヤくんとか、まあ、かっこいいって言ってなかったなんかでもトメヤくんが許してる顔してたわその <laughs> <laughs> ネクスジっう <laughs> 許してたそんな悪くないみたいな顔しとってあよかったなと思ってさ、うん、まあ確かにねなんか俺もねあいいなと思ったっていうのは、うん、なんか やっぱりすごい最近ってもうこういうグループとかもう新しいアイドルグループのさグループが多すぎて何て言うんだろう新しい名前なかなか難しいなみたいなだからすごい読み方難しかったりとか長かったりとかってあると思うんだけどそう意外とコンパクトにシュッとね、うん、なんか分かりやすい記号っぽくていいし何か,か表記もそうだねで G が入ってることで虹っぽさがあってねうんうんそう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 なるほどねしかも意味もいいしね ネネクストジェネレーションでしょ、うん、そうあ、なんならそっか思って最初が N だからそれも2っぽいねうんうんそう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 、うん、なんかさあとでさ順位のところとか結構細かくやりたいなと思うんだけどなんか中でも思ったもゆうきくんが3番目3位的な感じで呼ばれたのがすごいすごかったねあの上がり方というか、うん、いや本当にいやそこでねまずね声でたも、うんああみたいなうんうん 8位からの大躍進だったからなんかこのいい感じにそのデビューまでに間に合った感はあるよねゆきくんほんと最後の駆け上がり方がすごかったからそうだね特にやっぱボーカル特にボーカル面のとこでさなんか評価が上がった感じ、うん、あったもんね、うん、確かに確かにやっぱりちょっとこういうこと言ったらあれだけどやっぱそ大くんがさやっぱボーカルとして結構メインを担うんじゃないかと思ってた総大くんが、まあ、残念ながら脱落しちゃったっていうのもあって やっぱなんかボーカル面の強化みたいなのは多分したかったじゃん JIP もうううんうん、うん,うん、うん、そういうところでねやっぱゆうきくんがこうやって見せたのも大きかっただろうねいやーそうだねあのいてくれてありがとうんな感じになってきとったもんねちょっとボーカル面が特にうん、うん、そうだね,うだねいやだ思ったんだからさ結局さボダンスはさ最近やっぱできること多いけどボーカルも習っとかんやいけんね <laughs> 次されてる方はそう なんかそう思ったも俺もそうしようと思っていや俺え、俺受ける俺も窓口ある窓口ある多分大人二次プロツ 2, 2> <laughs> <laughs> 3大人二次プロ <laughs> <laughs> そうだねだから本当にやっぱり総合力やっぱ全部できてないといけないみたいなとこだねやっぱボーカルもでもあとは割となんか 順当というかさそんなバンクロわセみたいなのはやっぱり多くは、まあ、もちろん英治入んなかったので私的にはバンクロわセなんだけど、うん、なんかすこんな突拍子もないみたいなではもちろんなかったよね。うんいやそうあのね全然,なか全然なかったって言ったらあれだけど何 <laughs> て言うんだろうやっぱりその結構丁寧に見せてくれてたしやっぱフィードバックもねこまめにしてて『でデイデイフール実況に次プロ2ってなんか分かるし。 わかるさそのなんていうの内容がより分かる感じになってたからなんとなくあだろうなみたいなのがやっぱ続いたかも。うん、ねその順番的にもそうだしみたいなところだよねそうそう順番的にもメンツ的にも、うん。そうだねで以上でね今回は「ニジプロ2のファイナル見事ねデビューメンバーが決定したのでそちらの話をしてたんだけど。 あれだ、ね、デイディー的には来週の18日月曜日にデビューメンバーがね韓国から生中継してくれるとのことだからだからあれかねデビュー決まってからずっともう韓国でレッスンっていうかもうデビューに向けてのやつをやっとるってことだよねきっとねうんそうだねでしかもさあれなんだねパフォーマンス披露とかしてくれるんかなと思ったけどなんかその感じではなさそうじゃないううんそだだねただ 決まりまりしたみたいななんかそうだよね <laughs> そうそうそうそだうしさまださあのネクスジのさそのサイトみたいな、うん、私見つけられんくてうん多分まだ公開されてないんじゃないかなニジプロ2のアカウントとかから普通さリツイートとかするじゃんリポストとかもうできたらね、うん、だからそういうのもないから今のところはそうそうそうなんかそう,いうのはそう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 たうそうそう 確かにねそうだねアーシャ的なねなんか7人のやつとかねうんそうそうなんか思った以上にまだこう来ないなみたいなその次の歯が来ない次の波来んなみたいな感じあ,あじゃあ二0の時は何回も聞くけど二重の時は結構その日のうちにババってきたってことだよねえなんかニュースとともに公開されとった気がするよアートワーク的なアーティスト写真とかあマジかそうデビューメンバー でもも違うかも夜決まって夜決まった放送があって Hulu とかで忘れたけど、うん、忘れてますよ私はなんか朝起きたら何かあったような気もするしみたいなあーなるほどね確かになんか最終回そら、ね、デビュー夜決まっとったもんねうーんなんかあった気がする、うん、まあでもさすがに何もないことはないよねやっぱりね言うてますうんうん、うん、そうだねまあ、だからさ「ニジプロ2」楽しかったねそうだねポンポン